山陽電気鉄道本線、人丸前駅ホーム上の統計135度四五線表示と、明石市立天文科学館の時計等2本、標準時四五線は、日本の標準時の基準となる四五線として、明治19年直例第51号、本書四五線経度計算型及び標準時の件で、定められた、統計135度の経線である。経度度では、 英国グリニッジ天文台を通るグリニッジ死後線より9時間の時差があり、統計135度は9時間進んでいる。日本では、日本海に面した京都府京丹後市から、明石海峡に面した兵庫県明石市、淡路東北端の兵庫県淡路市を通り、和歌山市沖の島西端をかすめて、太平洋に至る。標準時死後線は天文観測によって決められる。 天文経緯度に基づく経線であり、地図や GPS といった測量関係で用いられる測地経緯度による経線とは一致しない。赤石市付近では天文経緯度に基づく経線に対し、地理学的経緯度に基づく経線は西に約120メートル離れているの場合。2014年現在、日本における標準時は国立天文台が決定及び現時する。 中央標準時も情報通信研究機構が標準電波や NTP 等により供給する日本標準時も日本標準時四五線における経度零度との時差である九時間を協定世界時に対して進めた時刻である。統計百三十五度日本標準時四五線は他の経度線と同様に概念上の線であり、赤獅子を含め地面や上空に見える線として存在しているわけではないが、 統計135度死後線が通過する十二市には、目には見えない死後線の存在を示す、標柱、標識、モニュメント等が建てられていたり、線が表示され可視化されている場所がある。日本標準時死後線上、もしくは近傍にある科学館。ありがとうございます。